ちょっと忘れかけてたあのトミカを開封していきます。2019年1月8日って言ったらあれだよね、みんな覚えてるかな。はい、皆さんこんにちは。今日紹介するトミカはこちら、ドライブヘッド日産 GTR 特記バージョンを紹介します。はい、しっかり見ていきます。このトミカはドライブヘッド日産 GTR 特記バージョンです。ボディカラーはベースがブラックだね。でこのブラックが少し光沢感があってすごくかっこいいです。でフロントの方から見ていくとこんな感じだね。中央の部分に GTR のプリントがされてます。でヘッドライトの方はクリアパーツだね。でボンネットの方を見ていくとこんな感じだね。エアフローの部分はゴールドでプリントがされてます。で上の方を見ていくとフロントガラスの部分はこれはプリントされてあってハイパーレスキューってプリントされてます。でルーフの部分もゴールドのラインが入ってるね。で助手席側はこんな感じだね。ブラックのボディカラーにゴールドのラインがアクセントになっててすごくかっこいいね。でホイールの部分もリムの部分がゴールドのメッキだね。この辺もゴールドのラインと合っててかっこいいね。で後ろの方を見ていくとこんな感じだね。 GTR のエンブレムと日産のエンブレムがプリントされてます。でよく見るとマフラーの部分もゴールドで塗装がされてるんだね。かっこいいね。で運転席側はこんな感じだね。助手席側と同じデザインになってます。で上の方を見ていくとこんな感じだね。リアスポイラーの部分はダイキャストのボディと一体形成になってます。でもこうやって見てみるとブラックの部分の光沢感がすごく綺麗だね。マットな質感もかっこいいだろうけどこういうツヤのあるタイプもかっこいいと思います。内装の方はこんな感じだね。運転席側を見てみるとちょっとブラックで見づらいけどハンドルとかシフトノブとかサイドブレーキまでちゃんと作られてるね。すごく細かな作りになってます。でタイヤの方はサスペンションがついてます。でアクションの部分はあとはこの左右ドアの開閉だね。で裏の部分を見ていくと日産 GTR ナンバー23番の2016年の写真になってます。やっぱりこうやって見てみるとブラックのボディカラーにゴールドのラインっていうのはすごく似合ってるんだね。で特にかっこいいのはこのフロント周りを見るとすごくかっこいいね。中央の部分もゴールドになってたりこの部分はシルバーで塗装がされてあったりしてるんだね。で特別機動隊バージョンということですごく強そうなイメージだね。かっこいい一台になってると思います。でドライブヘッドのトミカもこれで完結だね。以前発売されたこちらのモデルと一緒に見ていこうと思います。こんな感じだね。特記バージョン、警察バージョン、消防バージョン、救急バージョンでこれで全部揃ったね。こうやって見てみると全部 GTR なんだけどやっぱりデザインとしたら個人的にはこのブラックが好きかな。で GTR がこれだけデコレーションされてるっていうのもなかなか圧倒されるね。面白い企画だったんじゃないかなと思います。箱の方は正面のパッケージに特注トミカの写真だね。でこの部分に特記バージョンっていうプリントがされてます。で側面の方はこんな感じだね。でこの部分にドライブヘッドっていうプリントがされてます。で後ろの方を見ていくとこんな感じだね。日産のライセンスのプリントもされてるね。はい、今日はドライブヘッド日産 GTR 特記バージョンを紹介しました。で今日は2019年の1月8日ということでこの特記バージョンの受け取り日だったんだよね。で2018年夏に公開されたドライブヘッドの映画の中で出てきた車両たちがこれで全部揃ったね。でこの特記バージョンの GTR はドライブヘッドの映画のチケットを
ローソンで予約してセットで購入できたんだよね。で、この4台それぞれが全部入手方法が違ったので結構大変だったね。この警察バージョンと消防バージョンは通常のこういうドリームトミカで発売されたよね。で、この救急バージョンは以前この小学館の雑誌の付録で付いてたね。で、後ろにあるこのパッケージの警察消防救急バージョンのこの3台セットはイオンシネマで予約をしたら購入できたね。で、この3台セットのモデルは以前このチャンネルで動画でレビューを上げたのでそちらのリンクも上に貼っておくのでまた見てください。で、この特急バージョンはこれだけで手に入れたいよって言ってもなかなか難しいよね。で、ローソンでドライブヘッドの映画のチケットを予約してなかった人はこの特急バージョンを手に入れることができないよね。オークションのサイトではこれ1台が5000円とか6000円で取引されてたね。これから手に入れたい方はちょっと注意をしてください。で、以前予約したのにまだ受け取りに行ってない方は引き換え券を持ってローソンへ行ってください。チケットを購入したローソンじゃないとダメみたいだね。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。